99式箱爆雷は、大日本帝国陸軍の対戦車兵器である。1939年より収益し、日中戦争と第二次世界大戦で使用された。敵戦車に向かって、これを投敵、あるいは肉迫して、自らの手で装甲に貼り付けて爆発させる。その形状から亀の子などと呼ばれる。百四十三年八月四日から五日にかけて、 戦われた、ニュージョージア島、ムンダポイントの作戦にて、不発の99式破口爆雷を戦車に、吸着させて見分する、海兵対戦社長。中央部の円形アザブ製の袋が、爆雷の本体であり、内部には、おのおのしみされた1号炭鉱薬が8個に、分割されて収められている。本体部分の刺繍には、フェライト磁石の一種である。 OP 磁石が装着されている。この形状から本爆雷は亀に例えられた。撃発装置、銅化薬刀、オズツ、安全線から構成される新艦を外部に取り付けて使用する。新艦は撃発式で遅延作動し、安全線を除去してから先端を叩いて撃発させると、銅化薬刀に点火、10秒後に爆発する。平常時は、爆雷本体は、 携帯箱に20個ずつ収容して輸送され、新艦は別に、新艦島内に入れて携行し、爆雷を使用するときに装着した。より大きな威力を得ようとするならば、99、式破波爆雷を積み重ね、磁石で連結して使用することもできる。装甲破壊能力は、爆風の圧力によるもので、ノイマン効果は用いられていない。ドイツ軍の成形作薬を使用した。 吸着地雷は 140mm の装甲を破壊でき、これと比べると著しく劣るが、日本側の試験では1個で 20mm、重ねると 40mm の装甲を爆砕した。米軍側の資料では、個別に使用した場合には 19mm の装甲板を爆砕2個を積み重ねた場合 32mm の装甲板を爆砕できた。 このような吸着型の爆破兵器が実用化されたのは日本以外にドイツの吸着地雷、イギリスの吸着式対戦車手榴弾が挙げられる。ドイツではより対戦車戦闘に有効なパンツァーファウストの開発に成功した1944年以降は吸着地雷の生産を終了した。日本は終戦まで有力な携帯対戦車兵器を一戦部隊に 整備することができず、対戦車兵器としては99式箱爆雷、一つ爆雷、火炎瓶といった肉薄兵器を主力とせざるを得なかった。1939年のノモンハン事件において、ソ連赤軍の投入した BT 戦車は、大出力の航空用エンジンと強力な美砲により優れた機動力と攻撃力を両立していたが、 装甲板は 13mm から 16mm と薄く、エンジンはガソリンを使用していたため、地雷、火炎瓶、爆薬によって容易に炎上、または破壊された。7月2日から3日にかけて戦われた春ハ,ルハ火星岩の戦闘では、ソ連側の第11戦車旅団の132両、第7装甲車旅団の154両、 走行自動車大隊の50両が投入され、うち100両程度が日本軍により撃破された。ほとんどは3 7ト、mm、ル対戦車砲の砲弾による撃破であり、他は火炎瓶及び爆薬による肉薄攻撃で破壊された。理論的には10秒あれば敵戦車に張り付けて逃げるには十分な時間であるが、複数の敵戦車が相互に援護していたり、付近に 敵不評などがいた場合は、狙い撃ちにされるため生還は、困難なものとなった。しかし、ノモンハン事件初期における、ソ連側の戦車運用は、戦車と不評の共同を書き、かつ、日本不評の潜伏する、人地内への侵入を試みたため、肉薄攻撃を容易なものとした。後に、このような戦闘行動は、ソ連側のかぶった被害と、戦訓から改善された。 具体的には、不評と戦車の共同と事前の偵察を行い、戦車を前衛3両及び公衛に両とし、日本不評と距離を保ちつ,つつ、相互連携し、陣地を射撃制圧する投入方法によって、肉迫攻撃を封じた。結果、肉迫攻撃による戦果は激減した。第二次世界大戦において、アメリカの戦車は、 両者と無線で緊密に連携し随伴する不評も適切に援護するため接近自体が困難となり非常なく戦を強いられることとなった。1935年8月に部内の案として以下の兵器が考えられた。戦車の装甲板に吸着させて爆破し内部の自認と内部構造主要部に損傷を与える爆発物である。 1937年7月、この兵器は、陸機密第92号の陸軍技術本部、研究方針により正式に審査が開始された。試作品には2種類があった。磁石で吸着するものと、爆薬自体が粘性を持ち、装甲板に吸着するものである。詳細な審査の経過は、以下の通りである。1935年、奈良市の演習場で、 第一次試製品が試験された。これは MK 磁石と黄色薬を組み合わせたもので、間粘動化策で点火した。審査結果は構造と機能が概ね良好であったが、投敵した場合には吸着力が不十分だった。1936年6月、この試製品よりやや大型化された第二次試製品が部内で試験を受けた。 結果はなお吸着力を向上する必要があり、8月には MK 磁石の使用を廃止し、より強力な OP 磁石の使用を検討し始めた。1937年6月、これまでの試験成績を考慮し、投擲による吸着を可能とするため、陸軍造兵省東京研究所に南爆薬の研究を委託した。 これは、爆薬自体が装甲板に貼り付く形式のものである。1938年9月には、この難爆薬と OP 磁石を組み合わせた試作品が完成し、部内で投擲試験を行った。吸着力は良好だった。同月、矢柱演習場で 20mm 厚の特殊鋼板の爆破に必要な薬量概算を行った。 また部内で低温試験を実施したところ、零下15度で凍結し、吸着に支障をきたした。改良を陸軍造兵賞東京研究所に委託した。1937年10月、フッツ社場にて、OP 磁石と軟爆薬、そして特殊新艦を組み合わせた第三次試製品を試験した。内容は 20mm 厚の特殊鋼板に対する威力、 核部構造と機能を試験するものだった。この試験では、薬量と爆砕威力が不足し、また、新刊の起爆病数に不揃いが見られた。1938年2月には、矢柱演習場において改善を施した第四次試製品を試験した。結果、磁石の位置を創薬の外部へ移すこと、新刊延期病数の不正は改善されたが、 点火機能が不確実であると判明した。4月には南爆薬と同時に、かねて陸軍造兵省東京研究所にて、試験制作されていた粒状の炭鉱薬が完成した。ことからこれを試験したが、威力が少なく実用に使えないと判断された。6月、南爆薬に体寒性を与えるための研究が完成した。冷下40度まで凍結せず、使用可能だった。 ただし爆薬を収容する袋に防油処置が必要であると判定された。この後、袋に防油処置を施して部内試験を行った。防油はできたものの体寒性が不十分で改良の必要があった。また急速な運搬が難しく、別途に分割型の炭鉱薬を用いた試作品の研究が決定された。 1938年12月、分割炭鉱薬を使用した試作品を使用し、矢柱演習場において厚さ2 0ト、mm、ルの特殊鋼板に対する試験を行った。威力は十分であり、薬量の決定が行われた。この後、炭鉱薬による第4次試製品を用いて部内で試験し、戦車天井に投敵した場合、走行中でも、 十分に吸着することが判明した。ここで難爆薬を使用するタイプの箱爆雷は、研究が中止となった。1939年1月、ハイラル付近で零下40度の骨幹試験を実施し、新幹機能を確かめた。延期秒数は成立だった。ただし、ヒシルベ薬に一部回収の必要があった。3月には、部内で改良された新化を試験。 成績は良好だった。4月、イラゴ社場で第5次試製品を使用し、実際に戦車の爆破を試みた。結果、97式中戦車の装甲最大2 5ト、mm、ル厚を完全に爆砕できることが確かめられた。また、箱爆雷1個で戦車に致命傷が与えられるとの判定が下された。7月には、不評。 騎兵、陸軍砲兵学校に実用試験を委託した。若干の修正意見のほか、実用価値は十分であると認められた。10月、新刊の延期時間のほか、部分的に改修を実施した試作品を北万特別演習で試験し、結果は良好だった。以上の経緯から本場くらいは、対戦車兵器として、正式制定するべきものとし、 1940年1月に審査を終了した US Army Field Manual FM5 から31ありがとうございます。